バースのアデラードによる言論のラテン語訳の口へ。1309年から1316年頃、現存する最も古い写本、バースのアデラードは、12世紀イングランドの自然哲学者で、自身の著作の他に、占星術、天文学、哲学、数学などの古代ギリシア語で書かれ、アラビア語に訳された作品やもともと、アラビア語で書かれた作品をラテン語へ翻訳したことで知られる。アデラードが翻訳した著作はそれまで西欧では知られていないものであった。彼はインドの数体系を初めてヨーロッパに紹介したことでも知られる。彼はフランスの伝統的な学派、南イタリアに残っていたギリシア文化、東方のアラブ人の学問という3つの知的伝統の交差点に立っていたと言える。彼の生きていた時代を考慮に入れると、アデラードの生涯には不明な箇所がいくつもあり、解釈の余地を残している。そのため、現在アデラードに返されている物事の多くは彼自身の証言によって彼に返されている。故障に示されているように、彼はローマ帝国時代から続くイングランドの町バースで生まれ、同地で没した。現代の研究者たちは、彼の親が誰か決定することをためらっているが、ウェルズの司教のちがりをしていた、ファストレッドが彼の父だという説が非常にまことしやかに流れている。彼の名前は、アングロサクソン系の生まれであることを示していて、さらに11世紀イングランドにおいて、非支配階級で、知識人階級であったことがわかる。彼はおそらく司教のトゥールのヨハネの助言を受けて11世紀末にイングランドを立ち、トゥールへ向かったと考えられている。トゥールのヨハネは1090年にウェルズからバースへ自身の受け持つ司教管区が移動した人物であった。トゥールで修学していた頃のアデラードは匿名のトゥールの賢者に刺激され天文学に関心を持ち、学問を深く志すようになった。アデラードは後にランで教師となるが、1109年にはランを絶った。彼は1116年には南イタリアやシチリアを旅した。その後にはアデラードは十字軍の地、つまりギリシア、西アジア、シチリア、スペイン、さらにおそらくはパレスチナなどを広く旅して回った。こういった地域に滞在した経験から彼は数学に関心を持ち、タルススやアンティオキアでアラビア語圏の学者たちと交流を持てたのではないかと考えられている。1126年までにはアデラードは自らがアラブ人の天文学、幾何学に関して得た知識をラテン世界に広めようと考えながら西欧に戻ってきた。アデラード、彼の教説、そして彼の育った時代に関して特に目を引くのは十字軍との関係である。この時代は誰かが人間の歴史の発展に重要な影響を及ぼす機会を得られるという特徴を持つ著しい変化の時代であった。十字軍には勝者になる道がほとんどなかったが、アデラードの様々な分野にわたる学問関係の著作によって彼自身、後にイングランドにルネサンスをもたらす数多くの古典的テクストや新たな問いをイングランドに持ち帰る気になった。再びアデラードが生きた11世紀に関して考慮すると、彼が自身の教育的目的を達成するのは当然のことながら困難であった。印刷機が存在せず、一般に識字率が低い中、中世ヨーロッパでは書物は貴重な品物であって、王の宮廷やカトリックの修道院でのみ一般的に所蔵されていた。アデラードは敵にバース大聖堂付属のベネディクト派修道院で修道僧たちと共に研究活動を行った。バースのアデラードの独自の著作の中には3部作の対話編があり、プラトンの文体を真似て彼の老いが登場人物として書かれている。その3部作のうち最初に描かれたのは、動とことについてである。この本は、プロトレプティック、つまり、哲学を学ぶことを進める文体で書かれている。本書が、ボエティウスの哲学の慰めを半径としていることは、アデラードの語彙や言い回しから明らかである。この、動とことについては、アデラードが旅行から帰還してから、トゥール近郊で書いたと考えられているが、南イタリアやシチリアを旅行した後であることを示す証拠があるわけではない。本書は世俗的な快楽を支持するフィロコスミアと学問を擁護して自由学芸に導くフィロソフィアとの芝居がかった対話という形をとっている。本書を通じて強調されるのはフィロコスミアの可観的実在とフィロソフィアの心的な概念との対比である。自由学芸の各分野は二つに分けられる。その一方は各分野を表す寓話的な人物に関する記述で、その記述の中で当該分野の重要性が間接的に説明される。それに続いて、各分野の根本となる教説の概要が説明されるが、その説明は、当該分野の創立者あるいは主な衝動者として、表された寓話的な人物の口から語られる。対話編三部作中の第二作であり、アデラードの最大の功績と言えるのが、自然学に関する問いである。ランの学校で講義をしてから7年経ったと本書の中でアデラード自身が述べているので、本書が書かれたのは1107年から1133年の間だと考えられている。アデラードは本書をアラブ人の学問のフォーラムとすることを選択し、アンティオキアで自身が経験したことにたびたび言及した。本書では、気象学と自然学に関する76の問いが、プラトン的な対話編の形式で提示されている。本書は13世紀まで、そして13世紀以降も学校で重用されたが、自然学に関しては、最終的にはアリストテレスの著作にとって代わられた。本書は植物と野獣について、人間について、大地、水、空気、火についての3つの部分に分けられる。本書と結びつけて考えられることとして、学問と自然の問題において権威よりも自身の理性を頼むこと、盛んに論争の的となっている論題を扱う際には、アラブ人の教説がもたらした方法を用いることの2点がある。奇妙なことに、アデラードは知識を得る上で理性を用いることが、キリスト教の神への信仰と矛盾するとは全く考えなかった。人間についてで人間の肉体の中にある魂について論じ、第三部で元素や動物の非肉体的な魂について述べているため、魂に関する記述は本書の大部分を占める。自然学に関する問いは発表されて、すぐに成功を収めたようで、イングランドでもヨーロッパ大陸でも写本が作成され、ポケットブックの形式でも作成された。つまり、本書がどこにでも持って回られたということである。三部作の最後は、鳥類に関する論考と呼ばれる鷹狩りに関する論文である。これはあらゆる病を扱った医学関係の文章である。本論考は広く読まれることはなかったと言われてきたが、より後の時代のラテン語やフランス語の論文を調査すると本論考からの抜粋が非常に頻繁になされたことが判明した。アデラード自身の著作の残りは老いを登場人物として使っていない。彼はレグラエ・アバキと呼ばれる一種のアバカスを利用して論文を書いた。その論文にはアラブ人の学問の影響が見出せないため、ごく初期に描かれたと考えられている。この論文は中世に貨幣の計算に使われたチェス盤のテーブル、つまり財務省とアデラードがつながりを持っていたことの証拠だと、考えられている。さらにこのことの証拠は、ヘンリー一世のパイプロールに見出される。そこには、彼が1130年に、ウィルトシャーのコミュニティに課された、マーダーファインからの召喚を受けていることが示されているが、この事実に関する証拠は他にはない。ラテン世界でよく知られた、バースのアデラードの作品は、フワーリズミーの天文表の翻訳であり、これが、イスラーム圏の大数学に関する著作のラテン語訳のうちで最初に広く読まれた作品となった。中世において彼は、幾何学を再発見して教えたことで知られ、エウクレイデスの言論の最初の完全なラテン語訳を作成して、それを西欧の人々に説明する過程の講師となったことで、名声を得た。アデラードが哲学の研究に与えた影響を考えると、彼の思想が、ロバート・グロステストとロジャー・ベーコンの後期の著作に最も明白に示されていることがわかる。彼の自然哲学に関する著作は、アリストテレスのものに見劣りするかもしれないが、それでも後の時代の種々の発展に土台を提供している。例えば、エウクレイデスの言論をめぐる彼の著作は、後の時代の学者が論証的な根拠と幾何学的な根拠の間の関係を理解する訓練をする上で大きな助けとなった。彼自身の著作は、彼が自由な中に対して真摯な情熱を抱いていたことを示すが、自然学に関する問いに見られる彼の記述は、彼が物理学、自然学、そしてあるいは形而上学に対して、より包括的な献身を行っていたことを示す。彼の影響は、今週のギヨームの世界の哲学、3、ビクトルの風貌、エトワールの遺作の魂に関するアルシエへの手紙にも現れている。彼はラテン世界に大数学を紹介し、エウクレイデス、言論の第3版に付された彼の注釈は13世紀に高い影響力を持った。アデラードは科学的な傾向の独自の思想を示してもいて、大地の形状に関する問いや大地がどうして空間に静止していられるのかといった問い、そして大地に穴をうがちそこに石を落とすと、石はどこまで落ちるのかという興味深い問いを提起している。印刷機が発明されて以降初めて言論が出版されたのは1482年にベネツィアでノバーラのカンパヌスによるものであったが、彼はアデラードの翻訳によって言論を読んでいた可能性がある。本書は16世紀までの西欧の数学教育において第一の教科書であった。ありがとうございます。